今からメイク配信をしたいと思います。すぐに顔出ししますので、ほんの少しお待ちを。ねえ、グーグル、今何時？時刻は12時29分です。待って、目がめっちゃ痛い。なんでだ？ございます。よし、ちょっと今からメイクをしていきたいと思います。ほほほ、わざとすっぴん、失礼します。今日のもうあっという間に誕生日前日です。見てね。じゃん。今日の23時45分からスイキャス誕生日配信でございます。スイキャス誕生日配信カウントダウンします。見るね、ありがとう。スイキャスチケット購入しました、ありがとう。返信したよ、メッセージ。そう、1週間アーカイブが残るので、もしリアルタイムで見れない方も大丈夫ですし、リアルタイムで見れた方もアーカイブ残るので、何度もぜひぜひ見返してくださいまし。よし、ちょっと乳液もやります。今日はなので夜は配信がありません。この配信が今日は最初で最後でございます。ご飯食べました。もう朝から豚骨ラーメン食べました。朝から豚骨ラーメンを作って食べました。バッツリ。昨日も夜めっちゃ食べたのに今日も食べて、本当に食べウィークです。9
9月はもう食べウィークすぎる。あ、大輝くんがお花くれた、ありがとう。とんこつラーメン美味しかった。よし、ちょっと急いでメイクをします。カフェイベントの準備もしないと。顔を乾かしている間に夏がまつげをやろう。そして今日 YouTube が上がります。今日の19時にコミチャンネルが上がりますので、お楽しみに。今日はミュージカル白雪姫の舞台裏でございます。結構長いかも。ミュージカル白雪姫のツアー20公演の裏側だから結構長めです。ずっとコツコツ作っておきました。毎週水曜日と土曜日なのでね、投稿の日にちがしょっちゅう。ねえ、もう SD カードもうなくなったんだけど、やばい。 SD カードやばいよ、なくてすぐなくなっちゃう。4K のさ、一番大容量のにしてるのに。2個目です、ちなみに。2個目がもうなくなった。携帯でやってるからさ、編集を。動画撮れる時とかにもう撮っておきたくて。撮るはいいんだけど、撮るのと編集ので倍容量使うの。その動画が2個、アプリ内に保存されてるってことだから2箇所。めっちゃ新しい動画撮りたいのに撮れない状況に陥る。でも SD カードってさ、そのカメラの北村とかさ、ヨドバシカメラとかそういうところでしか私見てなくて、なかなか行かないじゃん、カメラの北村とかヨドバシカメラって。だからにょわーってなってます。
ツイキャスもやってます。ツイキャスはでも無料配信はこのショールームでやってるので、ツイキャスは有料配信だけ、特別な配信だけやってます。そしてそんなツイキャスを今日やります。100均で売ってるよ。え、 SD カード、 SD カード100均で売ってんの。チケット買ったよって、ありがとう、嬉しい。え、絶対ないよ、高いもん SD カード。手も白いから日焼け対策してるんですか、優しい。いやー、多分ほんと人並みのことしかしてないです。日焼け止めをたまに塗るぐらい。でもね、今年はなんか全然日焼け止め塗ってなくてちょっと反省してます。1006日、ありがとう。私は毎回7時間撮れるやつ買ってるんだけど、動画で7時間撮れるやつ買ってるけどさ、 Vlog とか行くとめちゃくちゃ撮っちゃうから、で編集して10分ぐらいにするから結局カットするんだけど、めっちゃすぐなくなっちゃう。で携帯こうしたらその SD カードからもデータ消してってやってるんだけど、すぐなくなりますね。一瞬です。
みさんの YouTube チャンネル面白くていつも更新楽しみにしてるよ。嬉しい。今日も水曜日なので19時からコミチャンネル上がります。見てね。ちょっとなんかボーっていうなんでかの音がめっちゃ大きいのでほぼほぼミュートしてます。喋るときはミュート外すけど、喋ってない作業してるときちょっとミュートしてます。
豚骨ラーメン食べたから歯磨いてから口紅塗ろうっと。いつも以上に真剣に磨かないとですね、歯を。歯ブラシ持ってきます。あ、いや、でもな、どうせ髪の毛やるんだよね。その時でいいかなって気持ちもする。ねえ、グーグル、今何時？時刻は13時1分です。お、そんなに時間がなかった。ちょっと髪の毛をやって歯も磨いてお着替えして、今日は23時45分からツイキャスやりますので、皆さん絶対見てね。誕生日カウントダウン配信でございます。ちょっと今日はもう配信がございませんので、ツイキャス配信でお会いしましょう。ではでは、ありがとうございました。まったね。そう、ツイキャスを見れるのは私の X とかの URL に貼ってありますので、そちらからお待ちしております。ではまたね。ありがとう。バイ。